岡田監督3連敗阻止に上機嫌。空大きいよ。昨日、一昨日と嫌な感じやったからな。チームは翌9日から広島、京セラドーム大阪、巨人、東京ドーム、途上位2チームとの6連戦へ突入。真夏の正念場を目前にした故障は3連敗だけは絶対あかんからな。空大きいよ。昨日、一昨日と嫌な感じやったからな。次戦以降もそのままそのままとにんまり顔で充実感を漂わせ球場から引き上げた。勝ったで。よかった。わら勝ちました。意外とあっさり勝ったな。ザキさんナイスカバーや。めちゃくちゃ怖いゲームやったわ。 W3 立てを回避できた。5点差つけても怖いもんな。負け覚悟してたから大きいわ。やったやった。ビーズリー勝利投手おめでとう。よかった一つ勝てて。中野と大山さんの守備でなんとか勝ったな。打点でもええ仕事しとる。大山さんナイス。今日は守備が再三ピンチを救った。久しぶりに神宮で勝てた。ビーズリーに勝ちつけてあげられてよかった。3連敗して今晩新幹線に乗り込むのととりあえず1勝して帰還するのでは大違いだろう。移動日なしで明日からのシーカープ3連戦に臨む上でもモチベーションは少し違ってくるだろう。打線がこのままペナントレース最後まで好調というのはなかなか難しいから、好調なここで広島巨人叩きたいところ。岡田さん、よくやった選手は今日みたいに褒めてあげください。テルなんか褒められたら木に登るタイプだと思うし、愚痴っても良いから良い時は褒めてあげて。この試合運びができれば強いてます。広島、巨人には勝ち越しといきましょう。今年も優勝決まっているやん。あれ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。